皆様おはようございます。長沢梅田茶屋町店の森村です。おはようございます。はい、ただいま私天満橋の OMM のビルの2階の方ですね。本日のこちらなにわペンションの方の、はい、出店に来ております。おはようございます。皆様おはようございます。はい、もうね、今ようやく設営も無事に終わりまして、はい、こちらの方ですね、スタンプを押してきたところです。はい、めちゃくちゃ可愛いですね。これ会場入り口の近くのところで押せるそうなので、ぜひぜひ。おはようございます。あ、皆様おはようございます。はい、そう、グラデーションのパッドを置いていただいてるので、どこで押すかで全然印象が変わるっていう、なかなか可愛いですね。はい、でこれなにわペンションの、はい、キラキラスタンプも押してきましたということで、はい、いやもうね、会場、これちょっと映していいのかわからないので、ちょっとうちだけ映すんですけどはい、もうね、ずらーっとたくさん持ってきたので、ちょっと端の方からおすすめを映そうかなと思っております。はい、まずは、はい、リフィルおみくじもお持ちしました。数量かなり少なくなっているので、欲しいよっていう方はぜひお早めにお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ノートですね、新作で出ました。こちらの方、リテロのブックの方ですね。この文庫本サイズぐらいのね、これめっちゃ可愛いんですよ。私こっち使ってるんですけど。はい。よいしょ。リテロの新作。紙はマシュマロ使用紙ナチュラルになっております。試し掛けもしていただけますので、ぜひぜひ書いてみてください。もうすごいふわふわなんで、小口とかね、触っていただいても気持ちいいかなと思います。今も買ってます。ありがとうございます。はい。で、次、オーバーナイトトレイですね。こちらも新作になっております。で、革の方がミネルヴァとサフィアーノになっております。で、結構大きめになるので、すごく使いやすいサイズになっております。インクも入れていただけますし、もちろん他のですね、マルチにトレイ使っていただけます。で、ここのところボタンになっているので、平べったくなるっていう、持ち運びにもすごく優れたトレイになっております。そして、はい、こちらも新作、もう新作いっぱい持ってきたんですけどね、こちらの方ロロマのペンケースになっております。手帳型ですね。ここロディアのメモとか入れることができまして、3本出しの、はい、ペンケースになってます。ポッケもたくさんついてるので、もう収納もね、抜群になっております。で、色の方がこちらの方ですね、ロロマクラインのネイビーとナチュラルと、こちらの方が、サーペンタインですね。結構もうそれぞれ革の感じ違うので、ぜひ触ってみてください。在庫も少しだけあるので、比べたいよっていう方はお申し付けください。はい、では次、はい、お店からね、中山ネイツの新作もちょっとちらっとお持ちしました。はい、こちらの方、SM ですね。中南と細字ご用意しております。そして、はい、こちら、これ傷んだまだっていう限定キャップレスちゃんたちを、はい、お持ちしております。最新作のイペイエローももちろんなんとですね、ゴールドもまだございまして、予備の1本をこっそり持ってきました。ごめんなさい、体調崩していけなくなりました。あー、お大事にしてください。はい、またお店でもお待ちしておりますので、はい、ということで次行きましょう。こちらの方ですね、キャスカーグリーンですね、茶屋町グリーンですね。当店のオリジナルのマネージになっておりまして、ブルギアスリムミニになっております。そしてなんと B でございます、ね。ペン先またね、ちょっと調整とかもしがいがある子です。はい、ではこちらの方、はい、また新作でございます。シルエット、センチュリーのモデルでマットなデザインになっております。首軸のところだけインクが染み込まないようにラッカータイプになってまして、結構落ち着いたすごくいい色味になってまして、このロロマペンケースにもすごく合うタイプになっております。なんかね、今までにない感じの本当にしっとりした万年筆になってますので、ぜひお手に取って触ってみてください。そしてはいなんと限定品の3776の当店のオリジナルですね、アーバンブルーですね、ルテニウム仕上げのちょっと黒のね、ペン先も黒のセンチュリーになっております。これもレアです。これ最後の1本かな、1本しかないです。はい、そしてもうねこの辺りからもう残り1本の商品ばっかりになるんですけども、はいもうこれ目についた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。阪急マルーンの最後のはい1本です。なぜか1本だけありました。これ初回かなのインク付きのタイプになってます。何のイベントですか？はい、これはなにわペンショーっていうイベントになっております。大阪の天満橋で本日、開催しております。あ、開催いたします。はい、時間があと30分未満かなで会場になります。そしてはい、ここですねブライヤーもお持ちしておりまして、これがですね隣も137周年記念ブライヤーお持ちしております。ここ超レアですね。うわうわ眼福ありがとうございます。まだまだありますよ。そしてはいスウェルですね、こちらの方も限定になっております。周年万年筆ですね。箱のデザインもすごくかっこよくてすごい私好きなんですけど、この上のね切り箱のこの、はい、スウェルのロゴですね、141周年を記念して作られました。セーラさんの樹脂の、はい、タイプになっておりまして、ブルーとアンバーですね、すごい深みのある色味になってまして、個人的にいつも青をやっぱ手に取っちゃうんですけど、今回このアンバーめちゃくちゃ好きです私は。うん、重厚感がありますよね。なんか鉱石っぽい感じがします。すごく綺麗です。で F と、M お持ちしておりまして、今は F だけかな並んでいるのはですね。はい、お店の方に中字もねあると思うので、そして神戸エアポートもお持ちしました。これペン先の方に、刻印がしておりまして、ちょっと片手なので出せるかな、よいしょ。あーちょっと待ってくださいね。よいしょよいしょ。今ゴソゴソしてます。ペン先に見えるかな、飛行機のマークですねと神戸空港のよいしょ場所ですねを表した、あこれですね、このマークが刻印されてます。でキラッとしたブルーの万年筆になってまして、ここがね金属グリップの金属部分のクリップのところマットなんです。すごくしっとりした大人な一本になっております。はい次ではこの辺からですね、はいインクとガラスペンのコーナーでございます。そしてその前に万年筆ですね、はいもう限定品で手に入らなくなってきたものですね。育成層とかにねこれ B まさかの1本ありましてお持ちしました。そしてねこの辺りお好きな方多いんじゃないでしょうか。オークルですね、ナチュラルの革とすごく合うオークルとローザミニですね、この辺りかわいいな。そして、レンガ倉庫店の9周年記念のムエットも特別にお持ちしました。これ転換がすごく可愛くてですね、よいしょ見えるかな、カモメちゃんのマークになっております。はいこの育成層は1本しかないので欲しいよっていう方はぜひお早めにお願いいたします。そして神戸の夜空、なぎなたですね万年筆もお持ちしております。試し書きもしていただけますのでぜひぜひ買ってみてください。そして、はいガラスペンいきましょう。はいヨーヨーお持ちしました。ずらっとで複数本お持ちしてますのでぜひねここの柄好きなのをお選びいただけますとすごく自分だけの1本って感じがして楽しいかなと思います。そして当店限定のひとつぼうさんとのコラボの瑠璃ですねガラスペン、1本だけお店にあったのでお持ちしました。はいこちらも残り1本になります。そして、コンプリートセットスイーツシリーズですね、はいこちらの方も少量お持ちしておりますので欲しいよっていう方はぜひぜひご一緒にお求めください。はいそして新作いきましょう。はい、真夜中のメリーゴーランドですね。紙によって全然色が変わるインクになっております。ラベルも可愛いのでぜひお手に取ってください。これね、よいしょ、サンプルキラキラしております。実際の方がもっと綺麗に見えるかなと思うので、ぜひ会場で手に取ってみてください。そして、マネーツフェスで販売いたしました真夜中の観覧車ですね。こちらの方もお持ちしております。これもキラキラインクでございます。キラキラで、こちらの方ですね、スノータルトピュア、これはマネーツに入れていただけるノーラメのインクになっております。すごくふわっとピンクが出る可愛いインクになっておりますので、よいしょ、マネーツね、買ったよっていう方はぜひスノータルトピュア入れてみてください。そして、オリジナルのインクを少量お待ちしております。アリスの夢ですねと、おとぎの国の森と阪急マルーンと、この辺りラミーとのコラボのスプリンググリーンとライトローズと、アクアスカイお持ちしております。はい、こんなところでございます。スラッとね、で、はい、真夜中の観覧車ですねで買いたやつなんですけど、本当にキラキラするのでぜひ会場で本物見てみてくださいね。なんか青いですね今日ね、私もこの青の見えるかな、長沢のペンのこのマークがついたポロシャツを着ております。なので今日はスタッフ全員長沢ブルーで行きます。はい、こんな感じでございます。もうずらっと並べてお待ちしております。ちょっと限定インクの方が昨年、午前中で完売してしまっていたので、欲しいよっていう方はお早めにお願いいたします。去年よりも少し数は持ってきたつもりなんですけども、どうかな、ちょっと読めないので、はい、それと、お一人様3つまでになります。どうしてもね、これないよっていうお友達の方とか、お使いとか、使う用途、保存用不況用とか、はい、の用途も使っていただけるかなと思うので、お一人様は3つまでになっております。はい、もし、今質問があれば受付いたしますので、コメントいただけると。たくさん持ってきました。これも入りきるかなってちょっと不安だったんですけど、頑張って陳列しました。はい、いや、この阪急マルーンちょっと熱いですね。これはちょっと欲しかったよっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思うので、阪急マルーンとか、あとキャップレスのこの辺りも会場してすぐ、もし入場できる方で欲しいという方いらっしゃいましたら、すぐの方がいいかなと思います。はい、この辺りもね、すべすべで気持ちいいので、ぜひお手に取っていただけたらなと思います。はい、こんなところで、残りもうあと間もなくですね、15分ほどで開場いたしますね。はい、ということで締めに入ろうかなと思います。長沢ブースの方がですね、入ってすぐちょっとちらっと映しましたね。向こうの右側の方が、入り口になっております。で、入り口入ってきていただいて真ん中の大きいところの通りの角側になっております。はい、斜め向かいの方に長谷さんがですね、もうすごい大量にチラッチラッガラスペンを並べていらっしゃいますね。はい、で、向かいの方が田山文具さんになっております。はい、でね、向こうにちょうど対岸側にチラッチラッ山本茂雄さんもいらっしゃいます。で、山本茂雄さんで変わった紙もぜひお求めいただけますので、はい、このね、インクの書き比べもぜひぜひお楽しみいただけたらなと思います。山本資業さんのところにめちゃくちゃ可愛い商品があったので、今突撃してもいいかなちょっと行ってみます。めちゃくちゃ可愛いのがあったので、はい、ちょっと走っていきますよいしょよいしょ。山本さんインスタライブしてるんですけど、映してもいいですか？あ、本当ですか？今もやってるの？あ、やってます。あ、どうぞ。おはようございます。おはようございます。はい、これね、メモバイキング、はい、ずらっと並んでおりまして、今まだ梅田でやっていただいてましたっけ？はい、やっております。30日まで。じゃあ30日までぜひお楽しみいただけますので、はい、ずらっと並んでおります。試し書きもしていただけるようになっておりまして、個人的にめっちゃ可愛いなって思ったのは、この蛍光のメモボックス、めちゃくちゃ可愛い。中に入ってる紙はハーフトーンカラーっていう紙で、封筒用の紙なんですけれども、これもね、全然にじまなくて書けるんですよ。書いて気持ちいいメモボックスには入ってますけど、それの色紙バージョン。あ、可愛いですね。封筒用の紙はね、破れたらあかんので、結構しっかりした針葉樹林のパルプ使ってるんで、紙としてはしっかりしてます。薄いですけどしっかりしてますよ。色もすごい可愛いですね。ありがとうございます。なんかちょっと目も描くのにいいですよね、これ。また色がついてるので、ちょっとね、気分も明るくなるというか、またちょっとなんかそういうものとかでもつけれそうな。これ気に入ってくれたんだ。よかった。これめちゃくちゃ可愛いです。ここも森村一押しですね。めっちゃ可愛い。あとね、はがみメモでね、ちょっと点のりメモ持ってきてるので、これもいいですよ。可愛い。両面方がない。ソリストっていう紙で、私が好きなやつ買おうかな。ちょっとね、端っこで出たんで、今日はもう特別価格で、これはちょっと森村案件ですね。後で買いに来ようかなと思います。はい。で、ノートも、はい、ずらっと並んでおります。あと今回ちょっとね、コスモノートがある皆さん、コスモノート欲しいよっていう方、前ねコメントいただいた方もいらっしゃったかと思うので、ぜひ会場でございますので、はい、皆さん変な価格で売ってるやつ買わないでくださいそうですね、適正価格でぜひお求めください。ハーフトンカラーめちゃくちゃ好きな紙です。お好きな方が、はい、紙沼がねすごいですね。バイキング買いました。ありがとうございます。そうだから、ハーフトンカラーは針葉樹林なんで、杉とかヒノキとか、あと特に一番よく使ってるのは建築木材あるじゃないですか。建築木材に仕上げるまでにいっぱいこう数が出るんですよね。そういうのをリサイクルして作ってます。会場はどこですか？はい、大阪の天満のOMM のビルの2階になっております。なにわペンションで検索していただくと詳細なところ出ると思います。はい、チェックぜひお願いします。あ、永原先生、イベント頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。爪可愛い。ありがとうございます。はい、今日はねブルーのインクを売るのでブルーにしてきました。はい。では、いやもうこれめっちゃ可愛いんで、ぜひ青好きの方ですね。いやでも黄緑可愛いですね。黄色黄緑っていうんですかね。ちょっと蛍光感のある。そう、なんかすごい珍しいような色してます。可愛い。でメモバイキングもいいんですけどね、これも可愛いと思います。メモバイキング、前回インスタライブさせていただいた時に。これとかなかったと思うんですけど、他に入ってないよっていうやつはありますか？33件と入れたよね。入手本とか入れてなかったっけ？入手本いたような。これもね、もうなくな、もう去年の2月に生産中止になった紙なんですけど。おはようございます。何入れてなかった？エアメルボンドも25分切りましたので、これとか入ってなかったと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとご挨拶が始まったので、そろそろはい終了しようかなと思います。では会場でお待ちしております。お願いします。今から18時まで、最終入場は17時にしますが、18時